今の時代、大阪万博ってやってメリットある？メリットがあるかどうかでいくと、その広告代理店とかめちゃくちゃメリットありますよ。で、その広告代理店って大阪万博で、多分大阪市とか国からめちゃめちゃお金をもらって、CM 打ったりとか広告打ったりするので、なので、誰にとってメリットがあるかっていう話だと思うんですね。で、日本国民は基本的には大阪万博のための税金を払う側なので、メリットあんまりないと思うんですけど、ただその土建屋さんとか、そこら辺のなんか建造物を作る人たちとかっていうのは、まあ仕事が増えるからいいよねっていう状態で、二次請けの人たちは儲かると思います。ただ、一次請けをやるゼネコンは損する可能性結構高いんですよね。ではその、まあ、建造物を作る契約っていうのって、じゃあその、5000万円でこういう建造物を作ってください。で、その建造物の完成が半年後ですっていう契約になったりするじゃないですか。で、その、日本円って今その1ドル130円だったり140円だったりとかで、10%動くとかって当たり前なんですよね。で、建築会社って大体利益率5%とかなんですよ。要はその、1億円の建造物を作って大体500万円儲かるとかなんですよ。でも、為替で10%動いちゃったら、マイナス500万円じゃないですか。もう怖くて受けられないんですよ。もともと利益率が低いのに、さらに今建築資材がなかなか手に入らない。で、その大阪の夢洲って、僕が知る限り、道路1個しかない。道路1個しかないから、その、資材を運ぶのもめちゃめちゃ渋滞するんですよね。で、今のところ、その、どこもまだ建築をスタートしてないので、建築スタートですってなった瞬間に、すべてのパビリオンが建築資材を入れようとするので、多分めちゃめちゃ渋滞して、資材来ないよね。で、働く人も来ないよねってなって、確実に納期が伸びるんですよ。で、でも納期が伸びたとしても、もともとこれ1億円とか5000万円で作るって契約したんだから、いくら納期が伸びたとしても、それはあなたもリスクですよってなっちゃうんですよ。でも資材が入る道が少ないとかで、そう、人が働けない、その人も行けないってなると、それ納期伸びるじゃないですか。で、さらにその資材の為替リスクもありますとなると、もう怖いから、そんなの受けられないよってなっちゃうんですよ。で、2時3時で働く人は、まあ、日給で受けるから、納期伸びてくれた方が全然儲かるよねってなるし、で、働く人も少ないから、じゃあ俺1万円じゃなくて、1万5千円だったらやるけど、1万円だったらこの仕事やんねえよっていうので、割とその労働者の給料も上がっちゃう可能性があるんですよね。っていうのを考えると、いや、一時受け受けるとこないっすよっていうのと、あとそもそも論、パビリオン建てたいって言ってる国がないっていうのでいくと、やっぱ失敗の確率高いんじゃないかなと思うんですよね。なので、やりたいならやればいいと思うけど、失敗すると思いますよっていう。